初主演の田中みななさんどんど思いですか、まあ、あの主演といっても名ばかりでしてあの4人の女性の話ですのであの私が主演というわけでは決してなくてあの撮影もそれぞれ本当に一人一人行われたような感じだったのであの本読みの時と今ようやくこうして皆さんとお話ができたという感じで。あの 公開されるのがすすごく感慨深い思い思です私映画の現場ってもっとなんか監督に灰皿投げられたりとか <laughs> <それ S 1> するのかなみたいな感じだってんですけすね <laughs> あ舞台もっと厳しい現場なのかなって思ってたんですけどうす、ねうん、本当にこう温かい空気感の中で監督のこういういつもニコニコしている人柄あってあの技術さんも制作スタッフもみんながこう監督についていきますっていう。 その気概を感じてあのほっこりする現場ででしたねねそうです、ね、役作りというものは特になかったですねなかったんですけれどもあの 30, 30代半ばで独身で働いているというこの共通項で一緒くたにされてしまいがちなんですけれどもこの映画の中の本田真美という人物と私とは全く別の人物なので。 そこはこう切り離しててご覧いいいいたただ方が見やすすかなと思っています結構取材とかでも田中さんの人生そのままですねとかあの田中さんのためにあるような作品ですねみたいなふうに言われるんですけれどもこれから作品ご覧になってこういう感想を持たれる方はいないんじゃないかなと思います。そうなんですね あのどうでしたか今回のこのマミというキャラクターであここはすごく理解できるなとかこの気持ちはすごくあの自分にも通じるものがあるなっていうのは私も確かに20代後半ぐらいの時に結婚を一つの逃げ道として考えたこともあったなとあの懐かしく思い返したりはしたんですけれども今は あんまりその結婚に対してあのしたくないという気持ちはないしあのしないと決めているわけでもないしでも本当に自分のペースでいい方がいればそれはしたいと思いますしなんかすごく自由であっていいはずなのにたくさんの選択肢があっていいはずなのになんかこう世の中的に決めつけられてしまうことが非常に多いなと周囲の雑音にとらわれてしまうことが多いなと思うんですよね。 だから今日会場にいらっしゃっている女性の方であの共感できるなとか分かるなって思ってでも自分の生き方を肯定できるようなあの見終わった後にそんな気持ちになっていただければ嬉しいいですすその通りりだと思いますありがと思まあがうございます。